はい、こんにちは。買い物終わりまして、お肉をね、買うことができました。私ね、月曜日にお肉を買いに来るのが結構好きなんですよ。なぜなら、土日、ね、特に土曜日に特売かけたものが月曜日まで残ってるんですよね。これ考え方によっては、売り場で切ったお肉がね、パック詰めされて、48時間放置された肉とも言えるんですけども、まあお肉のね、鮮度と言いますか、魚とは違って、私はね、3日目、4日目でも全然美味しく食べれると思ってるんですよ。もちろん、鮮度がいい方がいいのはいいんですけども、まあ、なんと言ったらこういう話したらグロテスクですけども、解体されて、もともと何日も経ってるんでね。ですんで、1日2日あんまり変わんないかなと。で、今日、やっぱりね、お肉のすごくいいところがね、半額で、4000円ぐらいのパックがね、2つ並んでたんですよね。3980円っていうやつが。やっぱりお肉の部位も結構良かったんですよ。これ2つとも半額だったんですけども、本来なら8000円ぐらいするところね、消費税込みで8800円するところが、まあ、4000円ぐらいで買えるわけじゃないですか。で、これを、もう切ってありますから、小分けして冷凍してですね、で、少しずつ食べていこうかなって感じですよね。私こういうね、ケチケチ精神が大好きと言いますか、半額ハンターなんですよね。で、買い物に来た時間が、だいたい3時半から4時ぐらいなんですよ。だからこのぐらいのタイミングで、同じようにバーゲンハンターとか出てきますんで、まあちょっと、ね、一歩早く来たみたいな感じですかね。まあこんな風にお肉をせこく買っております。これはね、なんて言いますかね、お金がたくさんあろうがなかろうが、使うところと使わないところとはっきり分けてるんですよね。と同時に私ね、土曜日にスーパーが攻めれるっていうのは、売り場にドーンとね、大量陳列できる。日曜日にもガーンとね、特売商品攻めれるのは、こういう風に月曜日に半額シール貼って飛ばすっていうね、技ができるからだと思うんで、私はね、そのハイエナのように、土日は、人もたくさんいますしね。で、月曜日割と空いてるんですよ。で、その時に、こういったね、ごちそうお肉を買いに来て、で、細々と食べるって感じですね。で、残念ながら今日はね、牛肉はあったんですけども、先ほどお話したように。豚肉は切りたてしかなくって、本当にうまいことを土日で売り切ったなと思いますね。あと鶏肉はちょっと若干ね、物が少ないぐらいで、本当に売れて売れてしょうがなくって、追加したんだけども、もう間に合わずに、月曜日に入荷した分もなかなか売り場に並べられなかったかなってとこだったんで、今日ね、鶏肉買った方はすごく新鮮なのがそれこそ買えたんじゃないかなと思いますよね。ただやっぱり鶏肉って鮮度を求めるもんではないかなって気もするんですよ。もちろん鮮度がいいのはいいことはいいんですけども、やっぱりね、唐揚げにしたりとか、まあそういう風になっちゃうわけじゃないですか。で、牛肉に関しましては、ちょっと炙ったぐらいで食べるみたいなこともありますんでね。だから牛肉は結構鮮度がいい方がいいんだろうなと思いますけどもね。まあただ私はね、そうは言っても、こうやって売り場で2日間放置されていて、選ばれなかったお肉を買ったわけですよね。ところがここにね、ちょっとしたからくりがあるんですよ。どんなからくりかというと、やっぱりね、4980円とか、3980円とか、こういうね、4、5000円級のお肉のパックっていうのは、実は陳列量がもともとね、そんなに多くないんですよ。例えば5パックぐらいしか陳列せずに、補充なしで土日を巡るんですよね。で、そうなると、どういうことが起きるかっていうと、本当に1個2個が平日に紛れ込んでるんですよね。まあだから、まあその、お金を持ってる人が選ばなかったものとも言えるんですけども、そんな 4,5 パックしか切らないものですから、やっぱり店員さんもね、どれ一つ心血注いでちゃんと作ってると思いますんで、そんなに見劣りはしないかなと。それこそ1パック200円300円の方は割と量産してポン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 作ってるというふうに思うんですよでも1パックね、 4,5 千のものはロスが出ても痛いですし、そこそこね、ランクのいいお肉を並べてますから、やっぱりね、腐ってもタイじゃないですけども、もちろん腐ってませんけどもね、2日経ってもベリーグッドじゃないかなと思ってます。いや、こうしてるとね、今
今帰り道なんですけども、あの中学生とか高校生がね下校時間ですよ。で中にはね2人で歩いて帰ってる子もいて、男の子女の子で、ちょっとなんかいいですね。ああいうのを見るとね、これ帰って、あの私の場合奥さんに、あの今日もとっても可愛かったよと言っちゃいたくなりますね。なんなんでしょうね、私のこのね溺愛ぶりは。まあ年が離れてるからでしょうね、きっとね。それだけじゃないかもしれませんけど、最近奥さんね料理上手なんですよ。あの結婚する前とか、結婚した当時は私結構ね、あのこれは何年かかかるなと思ってたんですけども、失礼ながらね。でも何年かかかっても料理って一回その腕がねきちんと定まれば、その後ずっと美味しいわけじゃないですか。だからできれば嫁入り前に料理ぐらいはお母さんにしつけといてもらった方が絶対女性はいいと思いますけども、でも男性諸君に言いたいんですけども、結婚してから男性の裁量で何者にも染まってないね料理の腕を自分好みの料理にお願いしてねやってもらうとか、一緒に料理作って、行くとかね。そしたらなんか自分の大好きな味付けがずっと続くじゃないですか。私の大好きな味付けはドレッシングなし、調味料ほとんどなしで素材だけで美味しい、そんなねお料理ですよね。だから素材は結構いいものを、野菜は使ってますね。お肉も結構ランクのいいのを使ったり、まあ、今日は焼肉用のものなんですけども、なんか野菜炒めとかね、なんか料理に入れるお肉は結構いいものを使ってるかなと思います。そうすると本当にねわずかな金額で自炊が美味しいんですよ。だから外食をあんまりねしなくなるし、外食行くときは少なくともちょっといいレベルのやつを食べようねみたいな感じになるんで、あ、しまった、ここに止めちゃいけないんだいつもの癖で駐車場に入れるとこだった。このセルシオはねちょっと離れたねレンタルの駐車場に入れることになってるんですよ。私の家はね3台車が止まるんですけども、3台とも塞がってるんで2人しかねいないのにね、まあ大和くんがいて3人ですけども、ね、車の数だけは多いんでね4台目になっちゃってるん でその日の気分で乗らせてもらってるかなと。でもやっぱりねセルシオいいですね。1人で乗るんだったらセルシオが本当に一番いいんです。でデートにも最適ですねセルシオがね。なんかやっぱ若い頃に戻るような感じがしますね。よいしょ、バックして、バックカメラでちゃんと見てね、ギリギリまで止めないと道にはみ出しちゃうんですよ。これでかいです、5メートルぐらいありますからね、これね。はい、じゃあ帰ってきましたよ、ありがとうございました。サンルーフから夏の名残が香ってます。そして私久保哲郎がお届けしましたセルシオの中身。後ろはちょっとね大和くん仕様で散らかってますけども、車内はねやっぱりねゴージャスですよね。令和だからこそセルシオかなと。安いんですよねそれがね、今セルシオが。まあ維持費の問題ありますけども、とってもお買い得だったなと思います。こんな感じでね、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした。じゃあお肉冷蔵庫に入れて楽しもうと思います。